こんにちは。株式会社プロアルテムジケ代表の原源郎です。プロアルテムジケは2020年に35周年を迎えました。1985年の設立以来、クラシック音楽を愛する聴衆の皆様へ、内外の一流アーティストのご紹介、音楽を通じた交流とさらなるクラシック音楽の普及を願って、これまで多くの方々の力を借りながら進んでまいりました。音楽に終着点はありません。次に何ができるのかを考えることが楽しいです。しかしながら、2020年に入って世界的に流行が続いている新型コロナウイルス感染症によって、コンサートの中止や延期が相次ぎ、現在もコンサートへ行くことやアーティストと交流することが制限されるなど、クラシック音楽業界も大変厳しい状況にあります。何か大きな災害や社会的な不幸が起きるとき、時に音楽は自粛しなければならない、こんな時に音楽なんてという声があることも事実ですが、本当にそうでしょうか。大きな事件や災害が起こった時にこそ、音楽が人の心、生活に生きるための潤いや感動、勇気、希望、夢を与えていることは明らかだと思います。クラシック音楽業界では、皆様が安心してコンサートにいらしていただける環境を作る努力を続けています。その甲斐もあって、お客様、出演者の感染クラスターがまだ起こっていません。事実として知っていただきたいと思います。お客様にはぜひ音楽を生で聴くという楽しみをぜひ日常に取り戻していただきたいと思っています。設立35年にあたり、私たちは記念のコンサートを企画しようと思い立ちました。こんな時だからこそ、自分たちのアーティストが一堂に会するコンサートをやろうと思いました。だからこの機会に、アーティストと一緒にお客様の明日への希望と幸せのため、そして新たな夢を実現していくために、2022年1月13日木曜日、東京オペラシティコンサートホールで新春ガラコンサートを開催することを決めました。これは私たち会社にとっても新しい一歩となります。長年関わっている海外アーティストも参加できればよいのですが、残念ながら今は入国の制限があるためにお呼びすることができません。でも私たちには素晴らしい活躍する日本人アーティストが揃っています。さまざまな楽器ジャンルでお客様にも楽しんでいただける企画になると思います。コンサートの詳細はこの動画ではお伝えできませんが、今後の案内でプログラム、出演者の魅力などをご紹介してまいります。またこのコンサートはご家族やパートナーとぜひ一緒にいらしていただきたいと思い、 SS 席から B 席までの4件種はお二人目からは 30% 引き、10月1日より発売開始です。2022年のアフターコロナを願う幕開けを、ぜひこの新春ガラコンサートで大切な人と一緒にお楽しみいただけたらと思います。皆様がコンサートを楽しんでおられる顔を想像しながら、コンサート会場で心よりご来場をお待ちしております。